三、はい。ドリの木からお届け、札幌人図鑑。今日は力も拍手が来ましたけど、ね、皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは北海道大学落語研究会の萩原穂高さんです。はい、萩原穂高です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。穂高って名前もこれ珍しいですよね。はい、お父さんがつけた。山が好きだから穂高岳から取ったんです。あ、山が好きで穂高岳から取ったんですか。そうなんです。はい、お父さんの思い入れたっぷりそしてまたあの落語研究会ですから、講座名というのがありますね。そうですね、はい、講座名は、はい、推定少女と読みます、はい、これは誰がどういった思いを込めてつけた名前なんですか。これはそうですね、僕文学部なんで本から取ってるんですよ。推定少女っていう本があるんですよ。自分でつけたんですか。そうです。昔は違う名前でしたから。先輩が無理やりつけたのかと思った。これ酔っ払ってふざけて先輩がつけたとばっかり思いましたが、はい、違うんだ。まあ、自分でふざけてつけたんです、はい、そうこういう名前 で、ね、はい、落語の方やっています。はい、はい、そんな、まあ、今日は萩原さんと呼びますか、はい、ね、萩原さんとお話をしてまいります。落語研究会の話がいろいろ出てくるかと思いますが、はい、3つのキーワードご用意いたしました。こちらです。はい、年間200本、お知見に入ろうと決めていた、1年くらい振り回されてみろ。はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。はい、年間200本というのは今北大のお知見で回っている落語会の数、はいはい、そうですね、出張落語。出張落語、出張落語の数ですね。出張落語と、はい、その他もう一つやりませんでしたっけ。あの自分たちでやってる寄席ですね、うん、落語会、はい、寄席と別に年間200人。そうですね、すごいですね、はい、いやもうありがたいですね。いろんなところで読んでもらえるんで、はい、出張落語ってどういうものかちょっとご紹介を。あ、出張落語っていうのはですね、うん、あの町内会ですとか老人ホームさんとか小学校なんかにですね、はい、まあ、落語をしに、落語を出張をしにですね、出前するんですね、はい、行きまして、まあ、2本とか3本、まあ、落語をしまして、うん、はい、そういうボランティア、ボランティア、ボランティア活動です。はい、はい、市役所からオーダーを受けていくパターンも。そうですね、はい、はい、学生まちづくりプロジェクトっていうのを札幌市役所さんと一緒にやってまして、まちづくりセンターの方に派遣してですね、僕たちやってます。これもう何年目な、2年目、これ3年目ですね、もう今年で、はい、じゃあそれで本当にこう市役所からのオーダーで町選とかに行って寄せをされるケースってだいぶ増えましたもんね。増えましたね。そうですね、もう依頼もね多くて、9月なんかもやっぱ敬老の日が入るんでパンク寸前ですね。今って書き入れ時じゃないですか。そう、16日17日合わせて12件ってどうやって、そう、ぶつ、そうなんですね、計算が合わない計算合わないんですけどね、なんとかかんとか、はい、ありがたいですから、もうね忙しいくらいがやっぱり、はい、高齢者向けの、まあ、何演目っていうか、はい、今おっしゃったその小学校のとに行ったりね、はい、子供向けのもあるじゃないですか。はい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 、あの萩原くん自身はどうなの、いくつぐらい持ってるんですか。僕そうです、あの今までやったネタで言うと、うん、15くらいになりますかね。立派なもんですよね。いやいや、他にやることがない。でも、ま、で一回呼ばれると、はい、またこうアンコールというか、はい、そういうオーダーもあります。そうですね、もう一回来てくれって言われるんで、そのためにもう一回ネタ入れてそうか、前回と違うネタやんなきゃいけない。そうですね、はい、でも呼ばれてね、はい、ありがたいことですね。いいですね、はい、出張落語もあるんですけれども、近いところで寄せの予定もありますか。はい、そうなんですよ、はい、クラーク亭名人会っていうですね落語会、はい、ちょっとチラシをじゃあ私が、はい、あ、これはすみません、はい、クラーク亭名人会というですね、北大落研唯一伝統あるですね、はい、2年に1回毎年古典だけの落語会をやってるんですけど、はい、これをですね、9月の29日今月ですね、29日土曜日にあのクラーク会館の、大講堂でやることになりまして、はい、これ、僕出演してですね、はい、トリオ、トリオ、はい、最後務めさせていただきますね。萩原くん4年生ですから。4年生ですね大トリですね、もうね、権力だけで13時半会場のですね、14時開演になってますので、はい、ぜひたくさんの人に来ていただきたいと思ってます。チケットは？あ、無料です。
はい、無料ですか。直接来ていただければもうそのままどんどん入れるので、はい、通り過ぎる人もどんどんこうね入れてて通りすがりの人も全然、はい、ということですお願いします、まあ、大学生活最後のこういう、はい、まあね、そうですね、もうなかなかあとは卒業前に1回やれるくらいなんで、あ、はい、あ、そうなんですね。ぜひこちらお運びいただきたいと思います。お願いします。はい、今日もねこういうふうにお着物でピシッと、そうですね、これがやっぱりあの定番なんですか、制服みたいな。まあそうです、まあ大体これで落語、はい、してるんで。ずっと着てるからでしょうか、やっぱりしっくりきますね。すごいもんですね、やっぱり ね、こうだんだんこう、ね、着物の似合う体型になって、ね、まだ若いのにだ体の方がちゃんと似合うようになってきて、貫禄も出てきましたけれどもね。どうですか、落語の楽しいところって。そうですね、まあ、やっぱこうお客さんが近いので、うん、いろんなとこ行くとそういうところでお客さんの反応を見れるっていうのも楽しいですし、はい、終わった後に交流があったりするところが多いんで、そういうところまで一緒に入れるんですか。そうですね、もう普通学生じゃ関わらないだろうっていう、やっぱなかなか普通のおじいちゃんおばあちゃんとはね、関われないですから、そういう人たちとお話なんかするのは楽しいですね。うん、そうですね、はい、いい経験をさせていただいてそうですね、もう勉強させてもらってますね。はい、今北大落研って何人ぐらいいらっしゃるんですか。今北大落研40人くらいいますね。女の子も増えてますし、はい、結構なマンモスサークルですよね。まあ昔に比べたらやっぱり大きくなったのかなっていう。今札幌で大学で落研があるの北大だけでしょ。そうなんです、北大だけにしか落語研究会ないので、うん、もうみんな入ってくるんですね、いろんな大学から来るので、はい、じゃあ今の状態はすごく増えてきた状態。そう、ここ10年はやっぱりどんどん大きくなってきてますね。それだけほら人数が多いと盛り上がるから、はい、そうですね、切磋琢磨も出てくるでしょうし、うん、もうこんなにいらないんですよ今またね高校生とかご覧かもしれないので、はい、北大の落研に面白い先輩がいっぱいいますからぜひね興味があったら、そう興味があればね、はい、では2つ目のキーワードです。はい、